KPN、KPN、正式名称は、コニンクリッキー KPNNV、または、ロイヤル KPNNV は、オランダの固定、携帯電気通信企業で、2G 及び 3G の携帯電話も運営している。本社はデンハーグ。同社は以前は、コニンクリッキー PTT ネダーランドと呼ばれ、その前には、スターツベドリッチフデアパステラジェン、テラグラフィーエンテラフォーニー、または、 PTT と呼ばれるオランダの国営電話会だったのスピンオフ以前はオランダの国営郵便会社も参加に収めていたオランダ政府は1994年から段階的に KPN を民営化していき2005年には国有の株式は全体の6.24%となり2006年にはゼロになったすなわち黄金株による拒否権も放棄したことになる 2001年、KPN はベルギーの電話会社ベルガコムとの合併を目指したことがある。しかしこれはベルギー政府が渋ったために成功しなかった。2001年、スペインのテレフォニカが KPN の買収に興味を表明した。日本の携帯電話会社 NTT ドコモは KPN モバイル NV の株式を2%保有している。 2000年から2007年まで KPN モバイルは iMode サービスを行っていた。k p インクエストは KPN とアメリカのが株式を半分ずつ所有する通信事業会社だった。この企業は最先端の光通信ネットワーク技術、インターネットサービス技術、q u ストの持つユーネットインターナショナルの顧客ベースなどを集めた企業だった。インターネットバブル崩壊と共に倒産。 KPN はまた、デンマークとスイススイスとも合弁事業を行っていた。2007年、KPN はジェトロニクス、世界的な情報通信技術企業で2万2千名以上の従業員を抱えるを買収し、全体として以前の倍の会社規模になった。KPN はジェトロニクスの不要部門を続々と放出している。例えば、 ジェトロニクスのオランダ国内部門ビジネスアプリケーション、セルビセスを、キャップジェミニに約2億5000万ユーロで売却し、オランダでは固定電話契約630万回線を有する。携帯電話部門 KPN モバイルは、オランダ、ドイツ、ベルギーに2300万人の加入者を有する。ブランド名は国によって異なる。 ヨーロッパうちのいくつかの ISP も参加に収めており、その顧客は210万人で、西ヨーロッパ全体にビジネスネットワークサービスとデータ、転送サービスを提供している。2004年時点で KPN はオランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、フランスで通信事業を展開している。オランダでは KPN は固定電話ネットワークを所有しており、 携帯電話市場でも、主意を占めている。携帯電話ブランドは、KPN モバイルとテルファーットで、仮想移動体通信事業者としては、シミオアルディス、オーテルモバイル、ハイといったブランドで運営している。インターネットに関しては、KPN インターネット、XS4 オール、プラネットインターネット、ヘッドネット、フリーーラー、スピードリンク、デモンネザーランド、 ハクネットという ISP が参加にあった。また2006年9月、イタリア企業のオランダ支社を買い取り、テルファートのブランド名で運営している。現在も生き残っている ISP は、XS4 オール、ヘッドネット、テルファート、KPN インターネットである。2004年、KPN は、子会社ジギテンネのサービスの一環として、BS デジタルテレビ放送をオランダで開始した。 また、2006年5月1日、DSL サービスの一環として、IP 放送マイン TV を提供している。これは、ビデオオンデマンドと通常のテレビ放送を再放送するサービスである。KPN リテールは、オランダ国内で、プライマフン、ハイストアーズ、ビジネスセンターといったブランド名で、小売リンチェーンを経営している。ベルギーでは、 KPN の子会社ベースが第3位の携帯電話会社であり、MVNO もシミオとオーテルモバイルのブランド名で運営している。2007年、KPN はベルギーデノの,の固定電話、ブロードバンド事業を取得した。KPN はベルギーの通信関係の小売業者、アロテレコムを買収した。ドイツでは、KPN の子会社が携帯電話市場で第3位となっている。 MVNO もベース、シュミョ、バイビモブル、ブラウモーブルファンクというブランド名で運営している。KPN は、電話小売り業の SMS、ミヒエルコミュニケーションを買収した。スペインでは、の設備を使った MVNO として、シュミョとブラウというブランドを運営している。フランスでは、ブイグテレコムの設備を使った MVNO として、シュミョというブランドを運営している。国際的には、 KPN はホールセール型国際 IP、電話サービス事業者であるアメリカを51%所有している。KPN はベネルクス3国で情報通信技術サービスを提供しており、関連する子会社として、ニューテルエッセンス、ゼトロニクス、ノゼマ、CSS テレコムなどがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。